平成29年11月11日、阿蘇市内の牧の阿蘇体育館で、未来をつなごう阿蘇の文化・子ども祭りをテーマに、第12回阿蘇市子ども芸術祭が行われました。子ども芸術祭の開会に先立ち、ゴミを減らす標語やポスター、それに読書感想文コンクールの表彰式があり、市長賞や教育長賞、議会議長賞、図書館長賞に入賞した子どもたちに表彰状が贈られました。そして、阿蘇市子ども芸術祭が始まり、まず、阿蘇市子ども芸術祭実行委員会会長の佐藤阿蘇市長らが挨拶しました。今年の阿蘇市子ども芸術祭には、阿蘇市内の保育園や幼稚園、小中学校、合唱団など、15団体、およそ500人が出演しました。子どもたちの芸術祭とあって司会は子どもたちで、今年は阿蘇小学校の児童と波野中学校の生徒が舞台進行を務めました。阿蘇市子ども芸術祭は熊本教育の日、第59回熊本県芸術文化祭参加事業の一環として、未来へつなごう阿蘇の文化・子ども祭りをテーマに、阿蘇市内に古くから伝わる伝統芸能や日頃の学習成果を披露しようと、12年前から行われているものです。午後からは特別ゲストとして、阿蘇市波野出身のフルート奏者岩下遥さんが出演し、フルートの音色が観客を魅了していました。会場には大勢の市民が訪れて、子どもたちが披露する太鼓や歌、虎舞、神楽など迫力ある演技を鑑賞していました。最後に阿蘇市の歌、阿蘇物語を合唱して、今年の阿蘇市子ども芸術祭が閉幕しました。